詩人で講演家の中です。よろしくお願いします。今日の名言はこれです。とりあえずさやってごらんよ、ゆうじです。まあとりあえずやればいいんですよね。やればいいっていうか、やっちゃえばいいと思うんですね。僕もやりたいと思ったらすぐやります。よくね、周りの人から計画性がないなとかね、もっとじっくり考えてからやれよとかね、もっと何年も10年20年ちゃんと努力して考えてからそしてやれとか、よくそんなことを言われる場合もあるんですね。でもそんなことやってたら終わっちゃうんじゃないですかね。僕は嫌です、そんなの。僕は常にいつ自分がいなくなるかわからない、自分がいつ死ぬかわからないとかね、いつ何時何があるかわからないんで常に思ってるんで、いやもう嫌なんですよ。準備やってる場合じゃないんですね。やりながら準備すればいいじゃないですか。よくね、前にもお話ししたことがちょっとあると思うんですけど、じゃあ明日からキャンプに行く、じゃあリュックサックに用意するとね、それでまずお菓子300円分詰めて、そしてテントを買って、そしてなんか調理器みたいな、ほらガスバーナー的なもの買って、包丁を買って、で洋服、いや待てよ、ちょっと寒いかもしれない、セーター的ななんかもの、いやちょっとカッパもいるな、いやちょっと待てよ、もしもの時になんか保存の食料もいるな、ちょっと待て、いやもっと年後に考えてから、またちょっと明日買い出しに行ってからしばらく計画を練ってから出発だなんて言ったら、ね、人生終わっちゃうと思うんですね。僕はそんなの嫌なの。例えば無鉄砲無計画ね、単純明快バカと言われようが、やりたいものやりたいの。だから僕、普通ならいろいろ演出だとかね、いろいろなことやったり、例えば僕今 YouTube やってますよね、これでいろいろ。もう100件以上送ったんですけど、この今なんて、これですよ、ほら。車の中で、外で、こんなのないですよ、こんな。しょっぱい。でも関係ないです。やりたいからやってるんですね。場所とかね、よくしっかり計画を立てて、ある程度貯金が500万貯まってからこれをやろうとか、なんだろうね、前も言いましたけど、養成所、例えば俳優になるために養成所入って基礎を学んで、しっかり筋肉を作って体を肉体して声を出せるようになって、しっかりね、体を鍛えて心も鍛えて、成功でさあそれからがあれだとか、努力が全て、根性が全てだって言うんですけど、僕は申し訳ないけど、何言ってんのと、いや非常に申し訳ないんですけど、非常に努力も大事だしね、忍耐も大事だし準備も大事でしょうけど、まずやってみる、これは僕は一番大事だと思うんですね。で失敗やって失敗とやって失敗と繰り返して、どん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 いろんなアレンジして繰り返して、ちょっと形を変える、場所を変えてみる、いろいろやってみればいいんですね。僕誰が撮りたいもいっぱいあります。いろんな本も紹介したいし、本も書きたいし、講演もやりたいしね、絵も書きたいし、詩も書きたいしね、笑いもやりたいし、もうやりたいんです。だからもう全部やりたいんです。だからやってるの。形はどうあれ、まずやってみる。まあ YouTube なんて全然僕のなんか誰も再生回数0回1回とかね、まあ当たり前なんですけど、とにかくやりたい、まあ目立ちたいでやってみたい。で自分のことをもう自分だけのものにしたくないので、もういろんな人に喋ってますけど、もう周りの人だけが物足りず、こう YouTube 上といろんな場で、ほんで、まあ、どんどん友達に教えてもらって、ブログ、フェイスブック、ね。いろんなことを教わって、今、少しずつやっています。もう、とにかくやってみる。この行動。僕が昔書いたのは、行動から行動って。
行動で行くに動くですね。行動から幸せが動くって書いて行動です。行動から行動へと僕は詩を書いたんですが、どんどん動けば勝手に幸っていうも幸せというも動き始めるんじゃないかなと。僕は実際に僕ね、こんな汚なボッサボサな顔してね、ひげ生やしてなんか貧乏くさいでしょ、めっちゃくちゃ幸せですからね。僕は誰にも負けないほど今は幸せです。楽しいし充実してるし、自分のやりたいことどんどんやってます。どんどんやってます。だってやらなきゃもったいない、損だもんね。だから形はどうあれ、どんどん僕はやっていく、行動することが非常に大事。なかなか第一歩っていうのは難しいです。重たいです。昔僕が書いたのは第一歩、第一歩というものは非常に難しいね。第一歩には100万トンの重りが乗ってるっていうことを書いたんですが、100万トンなんです。確かに難しい、一歩を踏み出す。でも思い切って飛び出してみてください。そしたらもう何でもできますから。僕ははっきり言ってもう将来できないことはないと思ってますね。何でもできる。世界一の講演家になる自信もあるし、詩人になる自信もある。もう誰よりも面白いと思ってるし、誰よりも素敵だと僕は自分は思ってるし、自尊心の塊ですね。自分が大好きなの。あと YouTube なんか撮っても、もう自分ばっかり見てますね。よく明石家さんまさんがよく自分のテレビをね、撮ったビデオ録画して、自分の早送りして自分のところばっかりね、見るっていうとか言ってるんですが、まさにそれです。まさにそれで、自分を好きにならなくちゃまずお話にならないんで、僕は自分が大好きだし、自分をリスペクトしてるし、自分を尊敬してる、自分を僕は愛してます。まずは自分を愛さなくちゃダメだから、自分なんか何もできない、自分は不可能だ、自分は限界がある、自分はダメだとよく言ってる人がいっぱいいますけど、もったいない。自分に変わる人いないんですから。自分以上の人、だって自分と同じ下の人います？いませんよ。つまりそれ時点で自分の代わりはいないということ、単純明快ですね。ほんでいろんなね、もっと生まれる前から言ったら、もう宗教論とかではないですけどね、いろんな精神があって、いろんなオタマジャクシ競争して、競争して競争して、何百億何兆ですね。その争いの中からあなたは生まれたわけで、その時点ですごいですよ。で、そんな争いしたのも忘れて、私はダメだって、何言ってんのと。ちょっと待って。忘れただけなんですね。何百何億の、もしかしたらあなたね、ちょっと、あんまり言っちゃ、カットされるかもしれないんですけど、なんかゴム的な中にいたかもしれない。あるいは、なんか紙の上にいたかもしれない。本当はあなたはね。わかります？まあ、それ以上言ったらあれなんですけど、とにかくあなたが生まれたら奇跡ですわ。奇跡。ね。昔僕書いたのは、ね、あなたが生まれる可能性は、宝くじの一等、ね、一等100億回、ね、一等賞100億回連続で当てたよりも難しいとかよくね、言われるんですけど、まさに、そうですね。僕昔書いたのが、あなたがど素人で、野球ほとんど未経験なあなたがイチロー選手を120万回連続空振りにするぐらい生きる、生まれてくるのは難しいという詩を書いたんですけど、そんなもんじゃございませんよ。そんなもんじゃございません。もっとすごい奇跡です。そんな自分を愛さないでどうするんですかね。そんな自分を尊敬しないでどうするんですか。そんな自分を、ね、可能性はないって言ったらどうなります。そんな自分がダメなんて言えます？言えませんよ。ダメダメ、自分は最高よ、ね、といったところで、僕は何て言ったんですか、忘れましたが、結論から言えば、とりあえずやってみましょう。こんな結論に達しました。どうもありがとうございました。